どうも、アルスベタノです。どうも、アルスベタノです。どうも、アルスベタノです。スです。はい、どう言うかな。まあ、暗記の梅雨とも言いますしね。暗記の梅雨暗記の梅雨って言ったら一周回ってもう暗記感に変わるウイダインゼリーみたいなそんな感じだと思った。というわけでね、梅雨です。いや、ほんと、まあ、やっぱ世間はね、暗記の梅雨とよく言われてます。使うんかい。採用した採用された採用された。というわけで、この時期やっぱ外に出ないんで、いろいろね、まあまあ、家で暗記すること多いと思うんですけども、まあまあまあ、今回はですね、変な暗記方法第4選というのをですね、それをまあ実践してみたいと思いまして。なるほど。まあ、題して変な暗記方法、どれが一番暗記できるの。はい、まず一つ目、みんな大好き暗記パン。なるほど。それそれって最後の出たわけじゃないですか。暗記パンは当然これを使って暗記事項を書いて食べてもらいます。もちろん。で、二つ目、はい、歌と踊りで覚えよう。あ、なるほど。まあ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 、五感を使って覚えろみたいな。はい、ありますね。目と耳と口と手とみたいな、はい、先に言いますけども、今回はまあ何の暗記をしてもらうかっていうと、多肉植物の図鑑。なるほど。絵と名前、一対一対応で覚えてもらいます。いつか、ほんまに Q 様のレベル10ぐらいのやつ。全部レベル10。で、次、超速読。まあ、フラッシュ暗記みたいな感じ。はい。1ページを大体1秒ぐらいでパッ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 をまあ無限に繰り返すっていう暗記法。それ1時間大変やろ、そいつ。最後が、まあ、ツイッターで話題のレベチな暗記方法というのが、まあ、ツイッターでバズってまして。へえ。1、2、3。こうすくってこう頭に入れてるんよね。血の塊を何かすくって脳に入れている。なんかこう持ち上げた時にほとんどこぼれ落ちてそう。ほとんどこぼれ落ちてそう。次世代式。いや、まあ、エアドロップよ。エアドロップ。今回じゃあまともなやつないってことですか。まともなやつやろ。超速力が一番近い。あ、まあ、決めますか、これね。誰かどれやるか。なに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 。ベンガンエアドロップでーす。うわー、羨ましいよ。落ちた落ちた。実質何もしてないんだよ。というわけで、今から各自場所散らばって1時間覚えてもらいます。わかりました。はい、それではメイキットパスボーウィズはーした。誰スタート。じゃあ、私、今からパンをね、作っていきたいと思います。まあ、ちゃんと食べないといけないんで、隣であいつが、隣であいつが一生土下座してる。マジで気になる。マジで気になる。マジで気になる、あいつの。じゃあ、まずアリオカルプスは円形描きながら覚えるわ。以前はアリオカルプス族とロゼオカクタス族に分かれていましたが、やばい、目回ってきた。どうですかね、結構でも全然なんか正直言って今のところ覚えれる未来見えてないんですけど。うわー、なんかマジでブリーチのキャラみたいな名前が。めっちゃかっこいいんやけど、名前がおされブリカリンエンシスエスエル様とか、なんかアランからのエスパーダの辺にいそうや。まず花ボタンなんで、花ボタン書いていきたいと思います。やべ、すぐ出る。待って、めっちゃむずいこれ。待って、めっちゃむずいこれ。泥なんやけど、これ泥パンなんやけど、花ボまでしか書けへんかったこれ。はい、食べます。まあ一応ね、暗記パンっていうルールなんで、俺は書いたやつしか覚えません。でもなんかこうやってると絶対忘れることないなっていう気はする。よし、2章終わりました。早っ。2章お前、早っ。2章終わりました。マジでこれレベチすぎるな、こう見たら。めっちゃむずいこれ。待って、めっちゃむずいこれ。マジか。国王丸コピアポア族と代表的なサボテンです。
競馬させてことあるかのつに黄色の話をします。一向にちょっと覚えれる気がしないんで、どうしようかな。1秒間だけ、1秒間で一つのものについてちょっと集中して覚えようかなって感じですかね。石膏、オゼイフローラ。忘れよ。これも次簡単。見て、次簡単。ゴジラ。あ、いい感じ、いい感じ。ゴ。おお。ゴリラになった。これは覚えやすいね。ゴジラ。ゴジラか。ゴジラ。そうか、俺ゴリラって書いてもうたから、ゴリラでインプットしてしまうよね。今気づいたんですけど、これ。1時間耐久大食いっていうことに気づきました、これ。あ、わかった。確実なものにするやり方覚えてた。片方ですくって片方で頭入れるっていう。なんですか、お前が君の作法みたいな。海竜丸。っていう新たな手法。紅ボタン、黒ボタン。まあまあ、なんとなくいけそう。よし。うわ、びっくりした。紅ボタン、黒ボタン。まあまあ、なんとなくいけそう。よし。うわ、びっくりした。うわ。もしもし、ポリスメン。どんな感じですか。え、別になんか、ほーほーみたいな感じですね。あー、なるほどね。はい、わかった。データを圧縮すればいいんだ。データ圧縮してトリコルニス眼定数をトリコって覚えたら、俺はそっからトリコルニス眼定数を引き出せばいいってことだから、データ圧縮できるよね。お、イカリリューズだって。なんかこいつパッと見ポケモンのドリューズっぽいな。ドリューズって言ったらやっぱりそのドリルが印象的だと思うんで、マリナル覚えるわ。イカリリューズ。あれ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 、俺さ、一袋分ぐらい食ったと思ったんやけどさ、6枚切りのパン半分も食ってない。まだ返して、ちゃんとやってちゃんとやって、ほんまに。じゃあその資格を全うして、ちゃんと。金手まり、覚えてない。水蘭玉、覚えてない。霊蛇丸、覚えてない。メキシカーナ、なんだっけこれ、国志号、流宝玉。うわーうわーうわー、やべやべ、やるよ、頑張れ頑張れ。終了。写真が、ご自身ありますので、その下に名前をしっかり答えます。はい、試験開始。うわ、来た。うわ、知らねえ。いや、なんか想像でいこう。あー、もう分からん。もう終わった。もう分かるのなくなった。はい、終わった。あ、これ見たことある。これ暗記パンでやったところだ。もういいかな。そろそろ、そろそろいいかな。そろそろいいかな。まだ3分しかなってない。そろそろいいかな。もうでもこれポイントは絶対評価じゃないからね。ドイツが一番暗記のしやすさがあったかっていう。そう、1時間ですか、ね、そこやから。1時間で、ね、1時間でこうどんだけいけたかっていう。はい、1位から発表していきましょうか。はいっす。はい、ちょ、頼む、ちょっとマジで頼む、頼む。第1位はキム・ヨジュン。ウェーイ。はい、50分の9点でございます。おお、すごい、やるじゃん。第2位はてんがーん。おー、おい、名古屋オープン来た。すげえ、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 すげえ。てんがーん選手、5点でございます。これ勝ちたい。やだ、ちょっと待って、これ負けたくない、負けたくない、勝ちたい、負けたくない、勝ちたい、負けない、マジで。俺がついに3位になるんじゃん。いや、やだ、ビリは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 、やだ。最下位は、いやいや、なわけ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 、花輪。スマイルの正解すな、お前。
スンがですね、4点です。あー、花尾さんが、2点です。おい、おい、言ってんだお前、俺だけ。結論付けとしては、ダンス、歌がやっぱいいんやって、そういう話やから、別に負けやね、勝ち負けじゃないよ、俺ら、本来は。だから、家で勉強するときは踊って、塾とか自習するときは、一回スタイル。